カーボベルデの文化は、クラリレード、ニーグルーム、エトセトラなどの文学や、セルジオ・フルゾーニ、マヌエル・ロペス、オビディオ・マルティンス、エトセトラなどの作家によって特徴づけられている。カーボベルデの文化は、モルナ、フナナー、コラデエラ、タバンカ、エトセトラなどの音楽の作法もまた持ち合わせている。セザリア・エボラ、チェカ、およびその他のカーボベルデ人の歌手は、世界中で活躍している。 カーボベルデの文化は、アフリカとポルトガルの混合したルーツを反映している。カーボベルデの文化は、モルナのような多様な音楽の形式と、幅広いダンスの様式、ソフトなモルナ、モルナの近代化した、パサーダ、官能的なアフリカとポルトガルの融合した舞踊、フナナー、最高度に官能的なコラデーラ、バトゥーケのダンスなどによって、世界的に知られている。これらは、 カーボベルデの住人の多様な起源を反映している。クリオロの用語は、カーボベルデの文化と同様に、住民を指して用いられることもある。エウジェニオ・タバレスは、カーボベルデ文学において最もよく知られた詩人の一人で、ある。カーボベルデ文学はポルトガル語圏アフリカにおいて、最も豊かなものの一つである。モルナを演奏するグループ。カーボベルデは、 カーボベルでクレオール語で歌われ、クラリネット、バイオリン、ギター、カバキーニョが伴奏する、フォークソングの形式モルナによって、国際的に知られている。諸島はフナナー、バトゥケ、コラデエラ、マズルカなどの土着のジャンルによって特徴づけられている。セザリア・エボラはおそらく最も国際的に知られた、モルナの実践者である。彼女は、世界中で名声を獲得し、 マドンナやフリオイグレシアスのような著名人にも彼女のファンは多い。ある種の遊戯が広場のような共同の会合場所で日常的に行われる。これらは社会的相互作用の強固な形式であり、時事講習の注意を引く非公式なトーナメントを生み出す。これらの遊戯はビッシュやトゥキセンチョン、その他にはユーラルのようないくつかのカードゲームなどである。 ありがとうございます。